足立清志君。無所属の足立清志です。今日もどうぞよろしくお願いいたします。えっと、まず最初にですね、今回のあの中小企業関連の法案についてお伺いいたします。え、今回、あの計画支援スキームが、まあ、整理される、まあ、簡素化されるということで。で、梶山大臣が、あの法案の提案理由の中でですね、まあ、このようにおっしゃっていました。事業者目線での施策整理を行いますと。近年の事業環境の変化を踏まえ。 類似の計画認定制度を整理統合し、事業者にとってより分かりやすく利便性の高い施策体系へと転換しますということで、まあ、あの事業者目線ということで、まあ、方向正としても非常にあのいいなと、私もずっとそれをやっぱこう地元で、現場の方にもこう言われてきてたことですのでど、どん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 やるべきだというふうに思っています。でちょっと一点質問なんですすけども、まあ、今回施策整理する 中にあの異分野連携新事業分野開拓計画というのがありますでこれはあの実は2016年の参議院の経済産業委員会でも、まあ、政府参考人からですねすでにこう見直しの示唆が出されておりました、まあ、このようにおっしゃってました使い勝手が悪いのかはたまた施策の使命が細ってきているのかそういうことを検証してみる必要があると思っていますと いうふうに、まあ、答弁をされてたんですけれども、まあ、それから4年が経ったわけですね、でまあ、単純な質問として、なぜ4年もかかるのかなというふうに思いまして、教えていいただければと思います中小企業庁長官官房、木村中小企業政策統括調整官。 お答え申し上げますあの先生、ご指摘ございましたとおり、平成28年の4月14日の参議院経済産業委員会におきまして、異分野連携新事業分野開拓計画の利用実績が低調であるというご指摘を受けまして、当時の中小企業所長官が今あの、ご紹介ございましたような答弁をさせていただいたところでございますで。この異分野連携新事業分野開拓計画は、異分野の中小企業が連携した新事業活動を促すものでございまして、 制度創設の平成17年から令和元年までに1232件の計画を認定させていただいたところでございます。しかしながら、制度を創設させていただきました平成17年には、154件の認定がありましたが、委員会でご指摘をいただいた直前の平成27年の認定件数は81件。 直近の平成31年の認定件数は41件となってございまして、利用実績が低下傾向にあることは事実でございます。で委員会での,あのご指摘を受けまして、私ども、経済産業局などを通じまして、中小企業の方々から利用実績低下の要因でありますとか、あるいは利用拡大に向けた課題を調査させていただきましたところ、施策の普及が必ずしも十分でないといったことや、手続き面での負担が大きいという意見をいただいたこところでございます。 そうした検証を踏まえまして、例えば認定事業者の成果実績を取りまとめて、広く中小企業の方々に情報発信をさせていただくことによりまして、制度自体の認知を高める、あるいは認定事業者の方が利用できる新事業活動を支援する補助金ございますけれども、こういった申請処理を簡素化するなど、制度の使い勝手の向上に取り組んでまいったところでございますけれども、残念ながら利用実績の低下傾向は変わっておらないということ でございますでこうした中、中小企業の現場からは引き続き、類似の計画制度が併存いたしまして、支援策が全体として分かりづらいといった声をお寄せいただいているところでございます。異分野連携は、経営革新計画を通じて、支援する付加価地向上のための新事業活動の手段の一つであるということも踏まえまして、今回の法案では、中小企業の目線に立って、異分野連携新事業分野開拓計画を、 経営革新計画に統合し、より骨太な政策体系を構築することとさせていただいたことでございます。本法案によりまして、異分野連携新事業分野開拓計画自体は廃止されることになりますが、異分野連携による新事業活動を支援する補助金をはじめとした関連の支援策は着実に継続させていただくこととしております。それらが中小企業にとってさらに使いやすいものになるように、普段の見直しを行ってまいりたいと考えてございます。以上でございます足立君 はいいありがとうございますあのきっと使いやすくなると思います。で、あのまあ、この中小企業向けのこういったあのガイドブックありますね、まあ、これ、いろいろと見させていただいてで、これを見るとですね、やはりまあ類似の施策が結構やっぱりあるなというふうに思います。まあ、事業者目線で整理できるものは、もっともっと他にたくさんあるんじゃないかというふうに感じております。でいくつかの例を紹介すると まあこの中の,あの商業地域サポートのインデックスの中にあるんですけれども、一つが中心市街地商業活性化診断サポート事業、これはあの講師を派遣する、簡単に言うと講師を派遣するような事業なんですけど、ところがすぐまたその近くに、中心市街地商業活性化アドバイザー派遣事業というものがあります。これ、ともに中小企業基盤整備機構がやっているものですね。 でも同じく商業地域サポートのインデックスの中に、インバウンド需要拡大推進事業というものがあります。またこれまたすぐ近くに、商店街活性化観光消費創出事業というものがあります。これ、共に中小のまあ企業庁の商業課がやってます。目的は、インバウンドや観光といった新たな需要を効果的に取り込むと、まあ、そういうものなんですね。 でまあ、同じテーマを今度、別々の部署で扱っているものもあります、まあ、テーマは知的財産になるんですけれども、知的財産の相談になりますけれども、一つはあの独立行政法人の工業所有権情報研修官、これはあの各県に窓口を設けて、やはり講師をこう派遣するというものです、で特許庁もです、ね、普及支援課で同じように、そういうまあ無料で、えー、講師を派遣するというものがあります。 まあ事業者目線でいけば、まだまだ集約できるものがあるなというふうに思うんですけれども、要は使う側にとっても、非常にこうまあ分かりにくいというか、どう違うのか分かりにくいですし、判断しにくい、当然のことながら、提供する側にとっても、要はまあ仕事にダブりがあるわけですよね、それはもうあの時間、作業、マンパワーの面からも、非常に無駄があるんじゃないかというふうに思っていますま。そんな余裕は ないはずですしですから、もっともっと集約して、まあ、スリム化すべきじゃないかと、まあ、やろうと思えばです、ね、これ、できますよね、そこをちょっと確認させていただきたいんですけれども。木村調整官、えー、お答え申し上げます。あの先生からご指摘ございましたあの、えー にも触れさせていただきたいと存じますけれども、えー、例えばあの中心市街地におけます商業サービス業の活性化にし活性化を支援する補助金これ地域街中活性化魅力創出支援事業と申しておりますけれども、えー、この事業を商店街におけるインバウンドや観光等の新たな需要を取り組む商店街の取り組みを支援する補助金 商店街活性化、観光消費創出事業に統合させていただきますなど、商店街と中心市街地に対する支援を一体的に進めていくこととさせていただいております、でそれ以外にもです、ね、本年度の当初予算におきまして、例えばでございますが、地域資源の活用や、農商工連携によります国内販路開拓等を支援する補助金、これと地域産品が持つ魅力を生かして取り組む海外販路開拓を支援する補助金、これ、ジャパンブ ランド育成支援事業と申しておりますけれども、これを統合いたしまして、国内外への販路開拓を一体的に支援できる制度といたしているところでございます。でこれ以外にもです、ね、中小企業の方にとって補助金の使い勝手を高めていただくために、高めさせていただくために、計画認定を申請要件といたしておりました補助金につきましても、計画との紐付けを切り離すことで、計画申請の手間なく、補助金の利用が あ、を利用していただけるように改善をさせていただいたところでございます。で、こうした取り組みによりまして、えー、本年4月に申請を締め切りを行いました。 例えばその研究開発から試作品開発、販路開拓への取り組みを支援いたします、まあ、サポイン補助金と申しございますけれども、えー、こういった補助金ではあの申請件数が増加いたしますなど、一定の効果が出ているところでございます。で今後ともあのご指摘ございました補助金も含めまして、えー、中小企業の方々にとって分かりやすく利便性の高い政策体系を目指して、えー、支援政策の不断の見直しに取り組んでまいりたいと考えてございます。以上でございます足立君 ありがとうございます、まあ、あの提供する側にとっても、必ずメリットのある話だと思いますので、まあ、ぜひどん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 、そういう集約をしていただければというふうに思います。で、えー、っと最後はちょっとまあこれからの,まあその大きなその中小企業政策とか、まあ、そういうちょっと話になるんですけども、まあ、今回もあの法案でいろいろとそういうまあ中小をまあ中堅にしていくということで、も方向性としてはもう本当に、えー、あのその通りだというふうに思っています。で、一つ私のちょっとあの体験も交えて話をさせてもらうと、 まああの議員になる前、まあ、地元の,その別府でですね、まあ、旅行会社をやってて、結構、インバウンドのお客さんがまあたくさんあの温泉目当てに、まあ、あと風光明媚なえまあ海だ山を目当てに来てくれてたんですけども、でかなりやっぱりあのリピーターもあのいるんですねで、リピーターの方、まあ、例えば中国から来たり、ベトナムから来たり、まあ、そういうお客さんをいろいろ案内したりしてたんですけど、 であのまあ、もちろん、食がおいしい、温泉もいい、風光明媚だしっていう、そういう理由は当然あるものの、なんでこうやって何度も日本に来てくれるんですかと、その旅行者に聞くとですね、まあ、ちょっとショックだったんですけど、日本は安いからって言われたんですね、やはり、食一つにしても、まあ、例えば、まあ、牛丼もそうですけど、300円、400円でおいしいものが食べられて、あれだけきれいなお店で、しかもサービスもよくて。 あれが300円400円で食べられる、まあラーメンもそうですし、ちょっとしたランチも1000円とかで食べられる。日本は安いというんですね。まああのホテルとか旅館もそうです。海外と比べるとグーンとこの東京も安いと思います。でもその安いっていうことは、その安い中でやっぱ働いている方々もいるわけですね。 であともう一つあの、まあ、最近ちょっとこの辺の街、買い物すると、290円のお弁当を見つけたんですけど、まあ、290円のお弁当、まあ、ハンバーグ弁当ですけどね、まあ、食べるとやっぱりすごいおいしいんですねで、いろんなものもあって、ただ、290円で売られてるということが、まあ、本当にいいことかどうかですね、でまあ、非常にやっぱりどれだけのこう利益が出てるのかということはやっぱ考えさせられます。まあ、安いいとうのはまあそのはそ産業で働く人 まあ中小企業者のまあ低賃金、場合によっては、過酷な労働環境の犠牲の上に成り立っている可能性もあります。まあ、小さいとどうしてもその市場での価格競争力も弱いですし、まあ、大手にはやっぱり値切られてしまったりということもあるかと思います。まあ、このままでいいわけはありません。やはり安い日本ではよくないという思います。ただ今、コロナ対策で,です、ねまあ、全力で当たるべきだと思います。 ただ、この先のです、ねまあ、日本をどうするか、特にその中小企業対策は重要だと思います。あの大臣も我が国の経済の活力、あの源泉だというふうにまあおっしゃってたかと思います。まあ、企業で言えば99%を占めるわけですし、労働人口で言えば7割を占める、まあ、この中小企業に対するです、ねまあ、コロナ後のまあ先を見据えたその大臣のビジョンというのをお聞かせいただければと思います。 梶山経済産業大臣あのしっかりと金融面でも抵抗入れしていかなければならないと思っておりますが、今回のコロナの教訓でもあり、まあ、あの全世界の共通の課題でもあるデジタル化というものを、しっかりと産業の基礎として、 まあ入れていかなななくちゃならないその加速のための努力もしてていいかなななければならないと思っておりますあのこのコロナを挟んで,です、ね、私ども未来を開くパートナーシップ構築推進会議というのを,ずっとをやりまして、これは経済界や労働界の代表に集まっていただいているんですけれども、その前から議論してきたことは、例えば製造業であれば、下請けの振興基準というものを改正をしていくということで、 特に価格決定方法の適正化、一方的な押し付けじゃないよということ、そしてコ,コ,コスト負担の適正化、この部分のコストはお前のところで持っ,て持ってろというようなことも、例えば金型であるとか、そういったもの、基礎となるもののコストの負担の適正化、支払い条件の改善、長いサイトの手形ではなくて、やはりできるだけ翌々月ぐらいまでの現金払いというようなこと。 そして併せて知財の保護、これはまあ特許権とかそういうものの所在、その権利の所在をどうするかということでありますし、働き方改革のしわ寄せ防止、大企業だけ働き方改革やりましたよと、後のしわ寄せは下請けに来ないようにということも含めて、製造業のみならず、全体の中小企業がそういう形でいけるように。また先ほど その事業承継 M&A でですね、中小企業から中堅企業へ成長できるように、まあ、地元の金融との連携。 場合によっては行政との連携、地元の振興策との連携も含めてやっていかなければならないと思っております。アフターコロナでこれ、サプライチェーンの再編というものも行ってまいります。もう手を挙げてきているところ、海外から国内回帰ということで手を挙げてきているところ、結構あります。それが地方に行くことによって、地方の雇用や経済の活力を取り戻すことにもつながるとは思いますけれども、やはりそれぞれの地方が何で生きていくんだと。 いうことも含めて、まあしっかりと対応していくことが重要でありますし、それにし必要な支援をしっかりしてまいりたいと思っております。安達君、ありがとうございます。まああの今回のやはりあの持続化給付金委託金の問題もそうですけど、やはり大手がドーンと言って、そこからどんどんどんまああの中抜きという言葉は僕は正しいとは思わないんですけども、要はマージンですね。大体た10から15パーセントぐらいだと思います。どん,どん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 取られていって、最後。 まあ現場で末端で安い賃金というか、バイト料化でやらされたりすることも十分あるわけです、ですから、やはり正直者、現場で頑張ってる人はバカを見ることのないように、ぜひその辺はあはしっかりしていただきたいというふうに思います。それと今、大臣からデジタル化という言葉が出ましたので、ぜひ私も永井さんの意見には賛成ですので、ご検討の方よろしくお願いいたします以上で終わります。 ただいまの意見につきましては、五国理事会で図らせていただきます。他にご発言もないようですから、質疑は終局したものと認めます。これより討論に入ります。別にご意見もないようですから、これより直ちに採決に入ります。中小企業の事業承継の促進のための中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律等の一部を改正する法律案に、 賛成の方の挙手を願います前回一致と認めますよって本案は前回一致をもって原案通り可決すべきものと決定いたしましたこの際浜野君から発言を求められておりますのでこれを許します浜野君